てる本日は留学への道パート5をお話ししていきたいと思います。今まで、何回かに分けて母子で海外留学する際の気になる4つのポイントということでお話ししてきました。今回は4つ目のサポートしてくれる仲間がいるかどうかっていう日本人の信頼できる友達がいるかどうかっていうところにフォーカスしてお話ししていきたいと思います。ちなみに、今までは、治安とか病院事情、予防接種の話をしてますので、まだお聞きになってない方は留学への道パート1からパート4をぜひ聞いていただければと思います。はい、結論から言うともちろん全部、お金の部分、治安、病院事情、仲間、この4つすべてクリアできたのでマレーシア・ジョホールバルに母子留学を実現しました。でやっぱり母子で留学するってなるといろいろと不安なものって本当に計り知れないと思います。さらにマレーシアといいますとやっぱりアメリカとかカナダとは違って先進国ではないのでやっぱ日本のようには、どこも日本みたいな素晴らしいなんていうんですかね、全てが整ってるのは正直言ってどこもないとは思うんですけども、日本以外はそうそうはだけど、マレーシアはやっぱりこれからの国なのでやっぱそうスムーズにはいかない。だからそういった時にやっぱりいざってなった時に日本語の通じるお友達がいるとか日本語が通じる環境が少しでもあるっていうのは本当に安心材料になると思います。で今はもう本当にこの5年6年で本当にジョホールバルっていうのがだいぶ知名度も上がりましたし実際に留学される方、移住される方、出入りはもちろんあるのでトータルで言うとめちゃ増えてるわけではないんですけども本当に情報も多くの方が有益なブログとかで情報を発信されてますしいろんな情報もネットで調べれば出てくると思うのでそんなにもう今不安はないと思います。マレーシア・ジョホールバルに行きたいなって思うような方って結構やっぱアグレッシブな方で前向きな方が多いので自分でやられてくるっていう方法を取られる方も今はすごく増えています。あとブログを通じて知り合ったりとかしていろいろみんなやっぱり困った時はお互い様の精神でいろいろ情報交換とかもできる場は全然整ってますんでその辺も心配しなくていいかなとは思います。であとはその住むエリアにやっぱ日本人が多いエリアとか日本人がやっぱり行ってる学校もだんだん増えてきていてどの学校も今多分ほとんど日本人はいると思いますしどこ行ってもなんていうんですかね、それなりに生活できる環境は整ってますんでそんなに心配することないんじゃないかなと思います。とにかく仲間、友達っていうのはゼロってことは全くないのでコミュニティもありますし LINE でつながってたり Facebook でつながってたりとかして日本以上に日本人村っていうかすごくコミュニティは濃いものだと思いますので、日本じゃ知り合えないような方々に知り合えたりとか本当に素晴らしいご縁とかもいただくことができるのでぜひ前向きに検討していただければなと思います。ただなんだろうなやっぱ日本と比べてしまったりとかやっぱあまりにもこうマイナス思考というかプラス思考に前向きに取られない方はちょっと厳しいかもしれないです。結構本当にいろんなケース私は見てきてますけども今までいろんな方をサポートしてやっぱりもう10人トイレでいろんなトラブルとかも起こったりとかやっぱ日本のようにはスムーズにはいかないのでその辺はやっぱもうどっしりと忍耐力が本当につきますんでだから逆に言うとマレーシアで1年間過ごせたら本当にどこでもやっていけるっていう忍耐力もつくとは思います。だけどもとにかくもうすでに何年ももう住んでる方もいらっしゃいますし、たくさんの方が移住できてるので、なんとかなるっていう気持ちを持って移住していただければなと思います。ただ好き嫌いとか、やっぱりどうしてもここだけだっていうところとかもやっぱりあるので、それは人それぞれ感じ方違うので、やっぱり留学される前に一度下見で、遊びに行くがてら見学とかをされた方がいいとは思います。はい、今日は以上になります。また何か、相談したいこととか、不安なこととか何かありましたら、個別相談とかもやってますし、メールで1回いただければ可能な限り対応させていただきます。いつも聞いていただいてありがとうございます。またよろしくお願いします。